東口京城下改築工事前の駅舎。西舞鶴駅は京都府舞鶴市屋座、遺札に設置されている西日本旅客鉄道、ウィラートレインズの駅である。京都単語鉄道は駅番号として M8 を付与した。本駅は西舞鶴市街地における代表駅であり、舞鶴線の列車すべてが停車し、京都単語鉄道の拠点駅にもなっている。 日常的な買い物などでの利用の他に、通勤、通学利用も見られる。また、京都府北部の中核都市で観光庁が集中する、舞鶴市にあって、長距離ビジネス利用も見られる。これらにより、21世紀初頭においては、1日あたり1000人を超える利用者を確保し続けてきた。1904年に、舞鶴駅として開業した。舞鶴市の合併。 地域拡大に伴い、1944年に西舞鶴駅と改称された。かつては駅弁が販売されており、その調整元は鶴受験だったが、2005年に撤退した。JR 西日本の舞鶴線と京都単語鉄道の宮津線の2路線が乗り入れている。このうち宮津線は、当駅が起点である。ただし、宮舞線の愛称区間に含まれているため、 対外的には、京都単語鉄道群、舞線と案内されている。なお、宮津線は1990年に、北近畿単語鉄道へ、経営移管される前は、日本国有鉄道及び JR 西日本の路線であり、舞鶴線と同一事業者の路線であった。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを有する直営駅である。 京城駅舎を持つ東西両側から駅舎に入ることができる。改札口は2階中央部に設けられている。単式ホーム側が4番乗り場、島式ホームが2.3番乗り場である。結番の1番線は2番線の横にホームのない留置線として存在し、東舞鶴駅から改装されてきた特急、舞鶴の待機などの際に使われている。 下り本線は4番乗り場、上り本線は3番乗り場だが、いずれのホームも宮津線を含めた3方向からの出入りが可能である。ただし、1番線の宮津方面への出発信号機は使用を停止しており、宮津方面から1番線への出入りは不可能な状態にある。JR4 番乗り場と単鉄線乗り場の間には、 柵が設けられているものの、単鉄線改札口を経由した連絡通路を介して、相互の平面乗り換えが可能である。単鉄駅舎が無人化される時間帯は連絡通路が閉鎖されるため、一旦 JR の改札口を出て、単鉄の改札口へ回らなければならない。2011年3月11日までは、連絡通路横の夜間専用乗り換え口での乗り換えが、 可能だったものの、閉鎖された。もっとも、4番乗り場への列車の発着は昼間は少なく、JR 列車はもっぱら2.3番乗り場発着で、運用されるため、平面乗り換えできるケースは少ない。1999年9月25日に、京城駅社化され、改札口前には、キオスクも併設されたが2015年12月29日に、閉店。 2017年1月11日にセブンイレブンキヨスクとして営業を再開したものの2020年11月末をもって当店舗も閉店した西駅交流センター2階部分にはテレビが備え付けられた待合室や京都府中丹広域振興局旅券窓口が設置されている1階部分には地元の名産品や レンタサイクルなどを取り扱うマイズル観光ステーションが営業している。2021年3月13日より高貨などの交通系 IC カードが使用できるようになった。長らく交通の要衝として栄え、広い構内には西マイズル機関区やマイズル鉄道部など運転関係の重要施設が多く設けられていた。 マイズル宣伝科開業に合わせて多数あった側線は一本のみとなり、旧貨物ヤード跡地には国家公務員西マイズル合同宿舎が建設された。また別区画は小建て住宅用に宅地造成されたものの、ほとんどの土地は未利用地として残されたままである。なおバザールタウンマイズルがある場所は鉄道関連の跡地ではなく、 旧群瀬舞鶴工場の跡地である乗り場状況は2010年3月改正時点のもの。主に東舞鶴方面行きは2番乗り場、綾部方面行きは3番乗り場を使用。4番乗り場は原則として朝と晩しか使われない。JR の短式ホーム反対側の綾部よりを切り替えた一面一線を有する地上駅である。改札口は西より1階に設けられている。 直営駅であり、同線内に15駅存在する、事見駅の一つだが、窓口は日中のみしか営業しない。駅東側には、京都単語鉄道の車両、乗務員基地である西舞鶴運転所もある。2009年3月13日までは、JR ホームに発着する、KTR の列車も見られたが、翌日の改正で、KTR 線の列車は、 自社ホームのみで発着する運用へと変更された。ホーム。JR 乗り場と単鉄乗り場が、柵で仕切られている。1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。平成29年度の1日平均乗車人員データは、国土交通省西舞鶴駅東口、未利用地活用サウンディング案件添付資料より、西舞鶴駅の西口は、急に舞鶴駅の改札口であった。 1999年に、京城駅社化されたことに伴い、西口と東口が新設された。西舞鶴の主街地が形成されているのは、西口側である。駅前に、舞鶴城の物見櫓が移設されているほか、ビジネスホテルや飲食店も近隣にある。当駅から、舞鶴城へは、徒歩4分程度。ありがとうございます。